1.4 東京ドームでの 4A 戦を制し、自身5度目となる IWGP ジュニアヘビー級王座を戴冠した。高橋ヒロム。その翌日、王者ヒロムからピンフォール勝ちを奪ったのは、チャンピオンから。今の俺だったらさ、もっともっともっと楽しめるぜ。挑戦者ヨー。今俺さ、一番最高にね、プロレスやってる楽しいんですよ。だからその中でさ、最高のチャンピオン高橋ヒロムと最高の試合をしたい。今年は新しいパートナーと。昨年のスーパージュニアタッグリーグを制覇し、男の中で何かが変わった。彼と組んでてプロレス楽しいなって再確認できましたし、このシリーズはね、レスラー人生の中ですごく誇れることだと今思ってます。両選手が騒がしいの珍しいよね。両選手が明らかに変わってますよね。すごいね。欲しい方だけかと思ったら笑って変わってんじゃん。激しく楽しく、自由に、プロレスの魅力を改めて感じ取っている今だからこそ、サポーがバックを出した一戦必勝。新日ジュニアの至宝をこの手で掴む。半年前、一年前のヨーとは別人だよ。すごい、正直言ってものすごい楽しい。2年後、札幌、思いっきりぶつかり合おうぜ。北の大地、札幌のメインイベントで思う存分プロレスを楽しもうぜ。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者ヨー VS 王者高橋ヒロム。